岡町の代表的な商店街岡町は、大阪府豊中市の広域地名、地区。現住所表記では、岡町、岡町北、岡町南、岡上野町で、旧住所では、大和岡町だった地域である。豊中市の行政が集中している箇所であり、市の中枢にあたる地区である。岡町地区は、豊中市中心部のやや南に位置し、桜塚地区。 ソネ地区などに隣接する。かつては町役場、公民館があり、市政志向以前は、豊中の中心地であった。地域内には、阪急宝塚本線を岡町駅西口の周囲に、発展した岡町商店街、岡町図書館、国名小学校がある。岡町北一丁目に旧跡として大石塚古墳、小石塚古墳がある。 岡町駅北側の岡町から岡上野町の旧の世界道に沿っては古い町並みが続いている。岡上野町の国道176号線沿い付近に豊中郵便局豊中市消防本部北消防署がある。古くから岡山村があり、岡町の住民は曽根、町内などから移住してきたものである。岡山村は曽根村と福井村に池を挟んだところにあり、 ソネ村より住民が多く、豊中地区で最大の住居を構えた原田村よりは住民の数が少なかった。原田村は原田七号の中心的存在を担い、須賀農村を祭人とする原田神社の氏子であり、天武十二年に神社の関係者が祭人を奉納したことから関係者が寮を治めた。室町時代には、無車原田号と呼称され、足利家をも味方につけた。 原田村は1615年に摂津国の領土となった。近代以降も岡町は豊中村豊中町の中心部として栄え、かつては岡町図書館のある場所に豊中郵便局が所在し、その近隣に町役場があった。郵便局が現在地に移転した後は、建物は中央公民館として利用され、老朽化して取り壊された後に、 現在のお課長図書館が建てられた。現在は市の中心部はやや北東の国道沿いに移っている。ありがとうございます。